文画文画とは1852年からオーストラリアの地名として使用され、1910年の2世チオピア皇帝事件の頃から起源不明の様々な意味で使われるようになり、2010年には当時のイタリア首相シルビオベリル,ルスコーニのセックスパーティを指す言葉として有名になった単語である。イタリアでの事件は大きな政治スキャンダルとなり、この言葉は 世界的に報道で使用された。ホックズインストラクターの1852年号で、ブンガブンガバンガバンガとは、オーストラリア東岸のモートン湾近くの地域を指して、地元民が使っている地名との説明がある。セ世チオピア皇帝事件の際、王族一行に噴したバージニアウルフと仲間たち。1910年、ホレスド・ドビアー・コール。 バージニアウルフ、バージニアの弟エイドリアン・スティーブンら6人の大学生がアビシニアの王子とその随行員のふりをするといういたずらを行った。1910年2月10日、ドーセット・ノワイエーマスに停泊中の世界で最も強力な戦艦、ドレッド・ノートはイギリス海軍本部からの緊急電報に従ってアビシニアの王族一行を迎えることになった。 司令官が船の驚異的な設備を見せるたびに、この義王族一行は、文が文がという文句を囁いたという。この言葉は当時、キャッチフレーズとして人気を博すようになった。エイドリアン・スティーブンによると、直接の関係者ではないが、実際よりもいろいろなことを知っていると嘘吹いた者が、一行が、文が文がという表現を使っていたと新聞に伝え、それが、 大変有名になったという。1950年のバックズバニーの短編武士ヘアでは、バックズバニーとオーストラリアのアボリジニという設定で、ネイジャーボーイとされているキャラクターがナンセンスな、やりとりの中で、ウンガブンガブンガ UNGA バンガバンガという言葉を使っている。ブンガブンガという言葉はジョークに登場するようになり、インターネット上で普及した。このジョークは、 以下のようなものである。このジョークは、未開の種族に捕まった三人の西洋人の話だ。族長がそれぞれにしか、文化文化かどちらか選べという。最初の二人は、文化文化を選び、様々な性的拷問を加えられた後殺された。三人目は前に起こったことを見ていたので、死を選んだ。これに対して族長は深く、ため息をつき、死を願ったな。 では死ぬことになると言い,い、こう続けた。でもまずちょっと、文が文がをな。同じジョークで、文が文がではなく、他のナンセンスな言葉を使っているものもある。文が文がという言葉は、イタリアの元首相、シルビオベルルスコーニと深く結びつけられるようになっている。イタリアの元首相、シルビオベルルスコーニは、ディナーパーティで、文が文がジョークを口にしたことがあると言われており、 未階の種族に捕まった西洋人としてロマーノ・プローディ率いる中道左派野党の前大臣たちを登場させたとも言われている。2011年のベルルスコーニ未成年売春事件の捜査の際、この表現はイタリア内外の報道機関により強力なリーダーが関わっている乱行パーティーという全く違う意味でしばしば用いられた。これは ムアンマル・アルカ・ザーフィがベルルスコーニに教えた表現だと伝えられた。カタフィは意図せず、全画全画という別のフレーズも流行らせてしまったことがある。イタリアではこの文化文化という言葉はすぐにンもんん者で皆が知っているような表現になった。ベルルスコーニが行ったとされるパーティーを指す文化文化の意味や起源についてははっきりしておらず曖昧に使われている。 スイミングプールで全裸のホストやら友達やらを全裸の若い女性が囲んでいるというような一種の水面下乱行パーティーであるとか20名の若い裸の女性により男性の観客のために行われるアフリカ風の儀礼であるとか金持ちのホストが主催して看護師や警官のユニフォームの露出度を高くしたような服装に身を包んだトップレスの女性が ポールダンスやストリップコンテストを行い、優勝すればホストの売春対象になるというようなエロティックなエンターテイメントであるとか、スキャンダラスな形で様々な報道がなされた。この他、女優のサビーナ・ベーガンは、これは自身の性にちなんだあだ名で自分がパーティーを主催したことが語源だと主張している。文化文化文化に反対すべく、2011年には今でないなら、いつ セノンゴラ、クアンドという性差別に対する抗議運動が起こり、デモも行われた。バタシーにある、ブンガブンガバー。2011年に、アメリカのバンドであるニューノンプリュが、ブンガブンガという曲をリリースした。2012年に、ブンガブンガという言葉は、イギリスの自動車番組である、トップギア第18シリーズ第1話で使われ、スティグのイタリアに住むいとこが、 文画文画スティグとして紹介された。2013年にアメリカのバンドであるチェリー・ポッピン・ダディーズが上位1%のライフスタイルを風刺する歌座ベブッチの歌詞で文画文画という言葉を使っており、ミュージックビデオにはベルルスコーにも出てくる。2014年にコメディアンのメイナードとティム・ファーガソンは文画文画というポッドキャストを始めた。 ピッパミドルトンの友人であるチャーリー・ギルクスはロンドンのバタシーにベルルスコーニからヒントを得たイタリアがコンセプトのバーであるブンガブンガバーを開店しておりヘンリー王子やユージェニー王女も訪れたことがある。ありがとうございます。